こんにちは、サラです。メイク本とコラボ服と月90円のメンバーシップもよろしくお願いいたします。ということで今回は不器用さんが使わない方がいいコスメを紹介していきたいと思います。コスメってすごく人それぞれ合う合わないあるんですけども、私ってすごい不器用なんだよねって思ってる方に比較的私が使ってて不向きかもって思うやつを紹介していきます。まあ、メイクってね、やっていくうちにどんどん自分の顔が分かってくるし、どんどん上達して、私も最初めっちゃ下手だったのでどんどんまあ上達してきたんですけど、結構手先の器用さ求められますよね。それではまずこちらです。クッションファンデ、特にティルティルの赤。なぜそもそもクッションファンデがあまり向いてないかっていうところなんですけど、これは不器用な方だけじゃなくズボラだっていう方にも不向きなんですが、クッションファンデは結構ちゃんと洗わないといけない。ちょっと視聴者さんからいただいたおパンチュウサギで説明していきます。これリキッドファンデだったらさ、別のスポンジとかブラシとか、まあ指とかで塗ってポンとどっかに置いとくじゃないですか。外気にさらされる状態、こもらない状態で置いておける。でもクッションファンデは中に使った後密閉しちゃうので雑菌が繁殖しやすい。パウダーファンデもパフ中に入れるタイプが多いと思うんですけど、パウダーファンデって水分が少ないじゃないですか。でもクッションファンデは水分が多いので、ファンデーション界の中だと一番パフに気を使わなければいけない。ミシャ公式が書いている2023年6月20日の記事があるんですけども、せめて3日から1週間に1回ぐらいは洗いたいですねとおっしゃってます。なのでちょっとまあ忘れっぽい方とかですと、あ、気づいたら1ヶ月洗ってなかったとか、そういう事態にもなりかねない。というか私も割とそう。次ですね、なぜティルティルの赤結構人気だけど不向きなのかと言いますと、ティルティルのクッションファンデ全種類使ったんですけども、てかいろいろなクッションファンデ使いまくってるんですけど、特にこのティルティルの赤がベタッとつきやすい。ベタッとつくイコールカバー力が高いっていうまあメリットもあるんですけど、しっかり力加減を調節しないとボッとついてしまう。そしていっぱいつくと崩れやすさの原因にもなります。塗りたては綺麗なんですけど、時間が経つとどんどんよれやすい。すごいカバー力。こっちが塗ってない方、こっちが塗った方。パフ洗うのはめんどくさいけど、ティルティルの赤がとにかく気に入ってるんだっていう方は、こういう100均とかに売ってる大容量のスポンジ、これでポンポンポンと軽く取って、クッションファンデのパフって結構力が入りやすいんですよね。ここでグッとベタッとつきやすいんですけど、こういう立体的なパフだと指の力を分厚いパフが吸収してくれるので、ボテッとつきにくい。これでポンポンポンと薄くつけていくのがおすすめ。はい、こんな感じ。こっちが付属パフガン塗り、こっちがダイソーパフ塗り。使い終わったらティッシュの上とかスポンジ立てのところに置いておき、洗うか交換しちゃう。はい、次こちら、アイブロウパウダーです。今回ケイトのデザイニングアイブロウ 3DEX5 番を使っていくんですけど、一番定番なやつね。アイブロウパウダーはしっかり眉毛が生えている方なら描きやすいんだけど、マロ眉の方だと描きにくい。私の経験上、私もともとマロ眉で、今ね眉毛のアートメイクをしてるので、比較的眉毛は何もしなくてもある状態なんですけど、ここまでしか私眉毛が生えてないんですよ。眉毛が生えてないところにパウダーを使いますと、まずなぞるじゃないですか、ブラシで。この時点で眉毛の終着点がわからなくなっちゃう。この反対側のブラシ細いとはいえ若干こうしなるから、力を入れすぎちゃったりすると、あれなんか眉尻ってこの辺みたいな、眉尻が分裂しちゃったり、なーなーなままなんとなくぼやーって描いて終わるみたいな感じになっちゃうんですよね。しっかりこんな感じで眉毛が生えてる場合には、もうこの元の眉毛をパウダーでなぞるだけなので簡単なんですけど、眉毛がない人におすすめなのがペンシルです。
私が使ってるのがマジョマジョのソードカット N PR771。 ブラシよりもしならないので、描きたいところを思うように描ける、シャープなラインも簡単に描けるので、眉尻ここら辺かなとか、何回こう重ねてもはみ出にくい、眉山はこの辺にしてとか、見定めやすいんですよね。こんな感じかなって。最後に反対側のブラシで適当にぼかせばそれなりな眉毛ができます。こっちがパウダー、こっちがペンシル、自眉の上に眉毛がある。お次、こちら多色アイシャドウパレットです。こちらはクリオプロアイパレット11番。これじゃなくてもいいんですけど、多色パレットはシンプルに迷いますよね。メイクあんまり興味ない人からしたらさ、もはやこれ同じ色じゃん、これとこれとかさ器用な方だと、これは眉頭だな、でこれは眉尻だな、これはナチュラルな日の涙袋で、これは盛りたい日の涙袋で、今日の中間色はこれ、もうちょっと盛りたい日の中間色はこれとか決められるんですけど、なかなかね難しいですよね。めちゃくちゃ赤いカラーが入ってたりとか、不器用な方には難しいかもしれないけど、私としてはでもチャレンジはしてほしいなっていう気持ちもある。やっぱりこういうものを使うことによって、この微妙な色の違いが分かったりとか、こういう赤み系よりもちょっと黄みがあった方が私似合うのかもとか、そういう発見がありますので、チャレンジはしてみてほしい。でもなんかそういうのも別にいいかなっていう人にはあまりおすすめはしない。はい、次こちらペンシルアイライナーです。一番メジャーなのはキャンメイククリーミータッチライナーだと思うんですけど、これは01番。でもこれはペンシルアイライナー界の中ではトップレベルで描きやすい方。まつげとまつげの間を埋めるのはこういうタイプがもちろんいいんだが、目地のシュッとした払い、それがなかなか難しいと思います。こんな感じで丸くなっちゃうんですよね。そうするとちょっと描きました感というか、やぼったい印象になりがち。で、目尻を描く場合においてはやっぱりリキッドアイライナーの方が描きやすいと思います。キャンメイクラスティングリキッドライナーの4番。はい、こんな感じで、こっちがペンシル、こっちがリキッドです。くっきりはっきり描きたい場合にはこっちでもいいと思います。はい、次こちらキャンメイクばっかりになってる、クリームチークですね。クリームチークはやはりパウダーと比較するとムラになりやすい。特にパウダーをはたいた後からクリームチークをのせるとよれやすいです。ポンポン塗ったとしてもフェイスパウダーと混ざってムラになりやすい。こういう毛穴周りとか特にティルティル厚塗りしてるからよりムラになりやすい。クリームチークをうまく塗るにはまずファンデーションを均一に塗れているっていうのがまず1つ目。フェイスパウダーの上からでもチークは塗れるんだけど、サラサラしてる分ダマになりやすいので、フェイスパウダーも薄く重ねるか、ファンデーションのすぐ後にチークをのせるという工程の手間もあるし、あとは単純に指で均一にタップして乗せなきゃいけないというテクニックもある程度必要。でもクリームチークのいいところってやっぱりこのツヤ感じゃないですか。にじみ出るような血色感とか。このキャンメイクのクリームチークも昔のものと比べたらめちゃくちゃムラになりにくくて塗りやすいんだけど、最近の流行りで言うとこういうリキッドタイプが流行りでございますので、血色感ツヤ感が欲しいという方はリキッドタイプがおすすめ。アリーのチーク UV 塗っていきます。こんな感じ。アリーはね、ちょっとマットめな質感。クリームチークよりもリキッドの方が液が緩いのでムラになりにくく塗りやすいです。はい、そして次こちらスティックマットリップです。これはロム&Z マットリップスティック23番。そもそもマットリップってこう塗ると自分の荒れた
唇の皮とかが浮き出やすいです。これもねすごくね物によるんですよね。あと人にもよるんですよね。基本的にマットリップは唇が荒れにくい天才唇を持ってる人か、しっかり唇ケアができる人、そしてそれが苦ではない人が向いていると思います。なぜこのスティックを選んだかと言いますと、リキッドのマットリップは比較的こう細かい口角の部分とかもチップがフィットして塗りやすいんですけど、このね一番オーソドックスな太いタイプのマットリップですね、これは塗った時にここがはみ出やすい。ここがはみ出ると一気にやぼったい印象になります。浮いた皮もちょっと目立ちやすかったりします。今ねマットリップでもこの直径が細いものだったり、マットリップ風な仕上がりだけど潤うタイプのリップとかありますので、ぜひそういうタイプのマットリップから挑戦してみてください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。チャンネル登録と Twitter とインスタもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。